ユキネ。ええ、今日はアコの教室に寄っていくの？何も言ってなかったし、どうしよっかな。一応見に行ってみよっか。アコのクラス、いつも終わるの遅いんだよね。今日はどうかな。そうね、リサ、一つ聞いてもいいかしら。ん？何？リンコのことよ。この前一緒に出かけると言っていたでしょ。やっぱりユキナもリンコのこと心配してたんだ。当たり前でしょ。詳しいことはわからないけれど、何かに悩んでいたことくらい私にだってわかるわ。それを見過ごせずにリサが励ますつもりだったこともね。おお、さすがリーダー、メンバーのことよくわかってるね。真面目に答えて。ごめんごめん。って言っても私は何にもしてなくってさ、気分転換に一緒に買い物して一緒にお茶しただけ。そうで、結果的に私の方が服選びの相談に乗ってもらっちゃったって感じ。なんだかリサらしいわね。まあ一応最後はすっきりした顔してたからよかったよ。少しは力になれてたならいいんだけど。あ、いたいた、ユキナさん、リサねー。おお、アコ、お疲れ。あのね、あのね、ちょっとだけ相談したいことがあるんだけど、聞いてくれる？相談って、もしかしてリンコのことかしら。ああ、ここにも一人リンコを心配してる人がいたか。ここにもって、あ、リサねーとユキナさんも。やっぱりみんな考えることは同じだね。リンリンに元気出してもらおうと思ってゲームに誘ったんですけど、なんか途中からだんだんリンリンのため息が多くなってきちゃった気がして。あ、もしかしたらリンリン本当はビーストテイマーがやりたかったのかな。え、何それ。今度追加される NFO の新しいジョブです。アコが先にビーストテーマを選んじゃったから落ち込んでるとか。いやいや、そういうことじゃないって。そんなことで落ち込むリンコじゃないでしょ。そっか、そうだよね。まあ心配しないで平気だよ。昨日の感じならもう大丈夫だから。え、昨日？昨日リンリンと何かあったの？実は気分転換に二人で買い物行ってきちゃったんだ。え、リンリンとお買い物行ったの？それアコも行きたかった。リサね、なんで誘ってくれなかったの？ごめんごめん、今度はアコも誘って。